はいいか。行くぞ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだ。平時風に言うなら結びの大一番だな。天下上等、独眼竜は伊達じゃねえなんてな。待たせたな、欧州ぶっこみ目安箱の時間だぜ。現在お聞きの欧州ぶっこみ目安箱、この後お送りするのは片倉流おもてなし、旬の野菜で欧州懐石。この戦の勝者が天下に王手をかける、それは誰にも譲れない。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東京の名のもとに参陣つかまってる。来たな絆の人、ぜひたどり着いてみせてくれ。誰が言ったか、戦国横山通信聞いた話だが、例の教団の巨大遊戯施設、意外と楽しいらしいぜ。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。次はこいつだ、ぶっこみネームキリンジからの投書。ハツ様を見かけたらご一報ください。ハツ様って誰だ。余は本陣に手まとう。さあ来い友よ。雪が降っていないと俺は風邪をひいてしまう。列車が3万人集おうとも、大将の飼っている亀にすら叶いますまい。我ら直江の無敵力は広場と一致。チャッチャラ、戦国最新情報をお届けするべ。開催決定、天下一ひげ自慢大会、出場紳士募集中。来たぜてめえら、ぶっこみネームドラゴンロードの投書だ。ヤッホー。本日の天気、奥羽地方は晴れまたは曇り、場合によっては雨、おそらくそのどれかでしょう。わしは決めた、この両腕を精一杯広げると。所詮が伊藤武か、じれたが末に伊佐を求むるなど死後の行ないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。亡くなった秀吉殿、そしてまだ見ぬ最後の味方、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。ここで伊達軍へお知らせです。ただいま軍内に患者急増中、将兵は今一度周囲に不審な人物がいないか確認を。徳川、あの裏切り者が、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな、我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組合など好きにさせておけばよい。よい、拙者のご先祖様になってくだされ。誰が俺を笑おうとも、俺は俺を信じ続ける。直江兼続無敵伝、その足跡に終わりなし。雪組に勝るとも劣らぬこの便声は、またの機会だ。お前も無敵になりたいか、ならばこの俺が手本だ。将軍の目すら釘付けにする罪深き男、その名は無敵。誰が言ったか、戦国よもやま通信聞い
た話だが、名前を書くと死んじまう恐怖の帳簿があるらしいぜ。ビシバシ行くぜ。ぶっこみネーム関白宣言からの登場。奥に会いたい、奥に会いたい、奥に。おい、怖えよ。ジャッチャルー、戦国最新情報をお届けするぜ。あの異教徒集団に入信者殺到。どうなる日の元。大将を思い叫び続けてきた。喉が枯れてしまったので、この前は戦の現状。次の戦でも俺を頼れ。いいな、絶対だぞ。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったが、愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。所詮は猿よ、偽りの王見よ。良きかな。あえて言うな、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けるという。大番小番に興味はない。豪傑な男、直江兼続。地方領主、何のことだ。それを言うなら中央領主。さて、魔の国、ここで油を売っていてよいのか。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。命じてみせよ家康。力を厭い忌避し、それでもなお逃れぬ者よ。大将の下で働いているってだけで、俺は田舎じゃ伝説の偉人だぜ。てなわけで、てめえらからの投書待ってるからな。採用者には目安箱特製家紋入り手ぬぐいをやるぜ。やばっ。久しいな秀吉。またうちに遊びに来ないか、平次も。待っているぞ。大将のおかげで前世の俺は成仏できました。人はこの世を変えられる、わしがこの手で証明する。膝はつかぬ、我は腐さぬ。誰が言ったか、戦国よもやま通信聞いた話だが、是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏みつぶしてくれるわ。ふん、糸竹が、たかが猿の一匹に息をあげるか。わしはあなたほどに強くはなれなかったのでな。だがそれでもわしは導く。たとえあなたを下してでも。力が誰も穴がいない。いや違う、絆は不滅。セルガシ、もう戻れぬと諦めたことはない。おお、引かせしすぐるよ、次なる幕も間近ぞ。ウッだな。三つもの優が揃い踏み、何故に世は一人なのだ。
世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。求めずしていれし太陽の者よ、その方こそが世を癒ち子としてくれるのか。ここは世と世の剣があれば十分だ。こうでなくては面白うない。そうとも、世は今命を賭している、剣を交わすその方次第だが、逃げてはくれるなよ。気合を合わせろ。おえよ我が軍配。さーて今日のところはそろそろ芝居だ。じゃあなてめえら、風呂入れよ、歯磨けよ、風邪ひくないよ。松を守り平次を支える。これは飯を食ってる暇もないかもな。あ、いやいや、それは困るぞ。腹減った松。待った待った俺を置いてどこに行こうってんだよ。実はな刑事、それがしらは新婚旅行に行く新婚旅行。刑事、お前は前田家の当主として申し分ない男になった。今のお前ならもう一人でも立派に国を守っていける。刑事のおかげで私たちも安心していとまをいただけるのです。うん、なんだよ、むずがいいからよせって目いっぱい楽しんできなよ。なあ、行ってくる。行こうか、待つ。その時代は千年の時を超えて